俺、まあそうだけどさ。嫁、時間あるでしょ？俺、はい。どうやったら勝てる？勝ち筋どこにある？脳内嫁。実在嫁だよ。脳内なら、全部家事やってくれる、子妄想する。ねえだろ、俺が稼いでるわ。夫婦としての死に手だろ。ダメなのか。労働時間だけで見ても、俺の方が長いんだが。今流行りのモラハラってやつやな。女は、強い盾を手に入れたもんだわ。勝ち負けやない。結婚してんねんから、やったらええやんか。やるの敗因だが、在宅盾にされるのは、なんか納得いかんくてさ。分担した方が回るのは、目に見えてるのにな。どうせ子供産んで、一時隠遁するんだから。非効率的なんだよな、社会が。それよ。とにかく、せめて五分五分くらいにしたい。専業にしてやりなよ。給料どれくらい家計に入れてるんや？小遣い5万残して全部入れてるで。月25くらいかな、家計には言ってるのは。そんだけ入れてるなら、ほぼ嫁に家事やらせていいレベル。それなりに、生活は楽なようにはしてるんだけどな。入れてるって、実家暮らしの独身丸出しじゃん。じゃあ別れようという手段がない限り、まあ勝てないだろうな。専業にするまで稼げば？嫁が専業は嫌がってる。というか年収持ち出すとか希少すぎるわ。はよ離婚して独り身になった方がストレスためんで済むで。夫婦間に勝ち負けが必要な時点で破綻してる。五分五分にしたいだけなんだよな。五分五分じゃないと感じる現状。それを改善したいとするのに、ロジックや議論の勝ち負けを必要とする時点で夫婦として終わってるのよ。話し合いで、裁量や時間で数値化して説明と説得。それは、夫婦で家事云々じゃなく家庭というオフィスで、家事というタスクを分担してるのと変わらない。すでに夫婦の関係じゃなくなってるから、離婚か仮面夫婦へのカウントダウン。あいつら舐めすぎだぞ。まあ在宅だから多少多くなるのはいいとして。今、8対2で、俺が家事やってるからな。在宅暇って捉えられるのすげえ腹立つ。わかる。リビングに顔見に行ったりするのは、暇だからじゃなくてリフレッシュなのに、勘違いされてそう。ちょっと暗い洗濯抜けられないの？とか言われたらイラッとくる。なんで在宅で時間ある、でしょに対しては、行って行っちゃうの。往復交通時間はないのは確かだからさ。家なんて家事何もさせてもらえない。食器洗いしたいのに、したら怒られる。食洗い機は、物件ビルドインのがあるからまだ楽だ。年収の日。勤務時間の日。家にいる時間の日。現状の家事の日。どんな感じ？年収は、俺が、600で嫁が460。勤務時間は、俺がだいたい残業1から2時間平均なのに対して、嫁は定時が基本。家にいる時間は、俺が週5日含む休日課で2日出勤、嫁は5日出勤で2日課で休み。現状は料理洗濯がほぼ俺。休みの日に掃除とかは不定期でしてくれてるっぽい。適当だけど。年収5対4。家事できない時間2対3。超単純に足しても結局半々ではあるが。それで、お前が、料理洗濯をほぼやってるのは確かに不公平。子供はいるの？子なしだよ。仕事から帰って疲れてるのはわかるんだけど、せめて寝転ばす洗濯くらいやってくれってお願いなんだが。なかなか通らんもんだな。洗濯なんてスイッチ入れたら乾燥までやってくれるだろ。ドラム式やめちゃったんだよな。もしも、お前の嫁が、お前の年収より高くなった時に家事分担を変えるつもりならいいんやない？多少敗因だけどさ、せめて五分五分まで持っていきたい。実際に家にいる、時間長いなら、どうやっても、その構造は崩せんだろ。せいぜい手際よくやれるようになるんだな。手際は悪くないと思う。単純に比率を何とかしたいだけ。不公平感って溜まっていく一方だよな。まあ多少の不公平ならいいよ。現状レベルのは何とかしたいけど、そこまで来たらもう無理だろ。最初にルール作ってなかったなら仕方ない。
子供できて、奥さんが子育てするようになって、コロナ収まって在宅ワークなくなりゃわかる時が来るわ。改めて、ルール作ろうって話しようかな。まあ、それが子育てしてる時の専業主婦の感じてる理不尽さなんじゃね。全くやらないわけではないよ。五分五分にしようという話。少しやってくれという。